星出明彦は、日本の宇宙飛行士。宇宙航空研究開発機構所属、東京都世田谷区生まれ、3歳から7歳までアメリカに在住していた。母親によれば、4歳の時に、スミソニアン博物館を訪れて、以来、宇宙飛行士となる夢を抱き続けていたという。1981年、世田谷区立二子玉川小学校を卒業。 1984年、明慶学園中学校卒業、同高等学校入学。中学、高校時代は水泳部に所属。高校2年在学中の1985年、ワックへ留学。1987年、シンガポールの東南アジアカレッジ卒業。明慶学園では、ワック留学の時点で、高等学校を 自主退学する形になるが、ワック卒業と同時に、在籍時の学年クラスの卒業生と同等に、扱われる。このため、大学受験資格は、国際バカロレア資格の後期、中等教育課程修了が適用される。1988年、慶応義塾大学理工学部機械工学科入学。大学の卒業研究は、流体力学が主なテーマだった。前田正信 菱田光一教授の研究室の出身。4年生時に宇宙飛行士の募集広告を見て、当時応募資格を満たさないにもかかわらず、直接ナスダへ相談。結局この時は応募を断念した。1992年宇宙開発事業団に就職。1996年宇宙飛行士に立候補するも、最終選考で落選。 この時に選ばれたのは、野口総一。1997年、ユニバーシティ・オブ・ヒューストン、カレン・カレッジ・オブ・エンジニアリング、航空宇宙、工学修士課程修了。1999年、に本人宇宙飛行士の、応募者864名の中から候補者として採用される。実質3度目の挑戦での採用だった。 地球帰還後、STS-124 の乗組員らと、内閣総理大臣、福田康夫表敬訪問。星では、右から4人目2007年3月23日、JAXA が希望を日本実験旨打ち上げ2便目のスペースシャトルに、登場する日本人宇宙飛行士を、星でに決定。2008年5月31日、アメリカ合衆国東部夏、時間17時2分。 スペースシャトルディスカバリーによって、ケネディ宇宙センターより宇宙へ、国際宇宙ステーションに設置する日本の実験棟、希望の船内実験棟を搭載。この船内実験棟は、今まで、スペースシャトルが打ち上げたペイロードの中では、最大のものである。6月2日、アメリカ中部夏時間13時3分ディスカバリー、ISS とドッキング。 6月3日、アメリカ中部夏時間15時49分、ISS のロボットアームによって、希望船内実験棟の設置を開始。星では、ISS のロボットアームを操作した初めての日本人、宇宙飛行士となった。同日中部夏時間18時42分およそ3時間に、及ぶ ISS と宇宙船内実験室の設置に成功。 翌々日6月5日16時5分、実験棟船内に入出。6月8日、日本の首相、福田康夫、文科省都会らが、東京の日本科学未来館にて、同館館長の毛利守ると共に、ISS の星でと交信。総理大臣と日本人宇宙飛行士の交信が、総理官邸以外の場所で行われたのは初めてであり、ハイビジョンなどを使用した。 大掛かりなイベントとなった。星では福田より、実験の成功を祈っておりますなどのコメントをもらう。6月14日、アメリカ中部夏時間11時15分、スペースシャトルディスカバリーにて、ケネディ宇宙センターに無事帰還。2009年11月18日、JAXA が星出を ISS 第32次長期滞在及び、 第33次長期滞在登場員として決定したことを発表した。2012年7月15日にソユーズトママイナスレゴ M によって打ち上げられた。ISS の滞在期間は約125日間3回に及んだ。船外活動の合計時間21時間23分は日本人宇宙飛行士の最長を記録し、2012年11月19日、 帰還戦ソユーズトマ -05M が中央アジアカザフスタン北部の雪原に着陸し、無事帰還した。2018年3月2日、ジャクサは星出を ISS 第64次第65次長期滞在登上員として決定し、また ISS 船長として第65次長期滞在の指揮を取ることを発表した。その後、米国商業機動輸送サービスにおける 開発遅延により米国人の滞在に支障が出ることから搭乗予定期及び滞在時期の見直しが行われ、クルードラゴン本運用2号機により2021年春に ISS へ向かうこととなった。予定見直し後も引き続き ISS 船長の任に当たる予定。2021年4月22日、当初打ち上げ予定だったが悪天候の影響で1日延期となった。 2021年4月23日、スペース X 社の民間宇宙船、クルードラゴンに乗って、日本時間の23日午後6時49分に、アメリカフロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げられ、軌道投入が完了し、打ち上げは成功した。国際宇宙ステーションでは、日本人二人目となる船長を務め、去年11月から滞在している、野口総一を地球に帰還させる。 星ではすでに新型コロナワクチンを接種し、その他の感染症も含めて宇宙空間に持ち込まないよう打ち上げまで隔離生活を送ってきた。星で秋彦宇宙飛行士ら4人を乗せたベースペース X 社の宇宙船、クルードラゴンが日本時間4月24日午後6時過ぎ、国際宇宙ステーションへのドッキングに成功した。ハッチが開かれた後、星でが一番先に、 ISS に入り、ISS に滞在中の野口総一飛行士と再会し抱き合った。日本人宇宙飛行士が ISS に同時滞在するのは2010年の野口と山崎直子以来11年ぶりとなった。ありがとうございます。